皆さん、はじめまして。ジャパン・ルネッサンスにようこそ。本チャンネルは、日本文化最高を目的とした放送番組です。皆さんこんにちは。ジャパン・ルネッサンスの野生住と申します。本シリーズは、政治学者西部住長、保守思想のための三十九章の朗読です。西部先生の思想の世界をご堪能ください。 33章組織への愛憎有機体と組織体の違い市場の砂鉄は組織によって補われるましてや公共性の異次第は組織なしには展開されるべくもない保守思想は組織についてその必要を認めつつもその拡大に歯止めをかけようと努力してきたそれは文明の進歩というものに対する需要と反発のドラマを自らの思想において 受ける営みでもあった。幾度か指摘したように未来を確率的に捉え切るる。ことは不可能であるそれは確率的な把握が難しいからではなくそもそも未来の現象は多くの場合確率的に発生するのではないからであるそこで未来の危機を我慢統治するにはオーガニゼーション組織体が必要になる。 保守思想は、その組織体に対して一定の理解を与えはするものの、どちらかといえば不信を示す。それは、組織体にあっては、実際地よりも技術地が作用するからである。組織においては、既に見たように、構成員の間に共有目的が明示され、それを達成するための手段としての役割体系も構成員の間に明示されている。このように、目的手段の関係が明示されている人間環境では、 当然のことながら技術士の働きが強くなる誇張を恐れずに言えば人間はいわゆるオーガニゼーショナルマン組織人としてホモ・ソシオロジクス社会的役割を担う者としての人間の生き方をするつまり組織体という名の機械の部品となるしかしながら実在の組織の根底には組織体のみならずオーガニズム有機体もまたはらまれている。 つまり「感情共有体」としての次元において構成員たちの間の信頼が保たれているそれもそのはず組織の未来には確率的なものとしての危険だけでなく非確率的なものとしての危機が待っているつまり確率的計算に基づく技術士のみによっては未来の不確実性に対処しきれないので有機体のうちに確保されている非確率的な 経験的判断にに基づく実際値が必要になるのである。その限りにおいて保守思想は組織に好意を示すということもできる保守思想は不確実性と合理性の間の矛盾とでも言うべきものに気づいている人間が合理性の意識そこから技術士が獲得されるを発達させるのは未来が不確実性に満ちているからであるその不確実性が危機という合理的知識では捉えられない 類のものに満ちているなら、技術士から見れば非合理的な実際値に頼ざるを得ない。と同時に、実際値に頼るということは、未来の出来事がパターンとしては、過去の出来事と類似しているとみなしているということを意味する。ただしそのパターンは、例えば自由、あるいは平等や博愛と規制、あるいは格差や競合の間の葛藤といった、いわば意味的な構造となっているので、 容易には形式化されない。実際の組織において組織体という機体はいかに連絡し合っているであろうかその連絡は議論の手続きを踏むという形で行われている技術史と実際地をつなぐのは、議論における相互説得でしかあり得ない。その相互説得が完了に至ることはないのだが組織体には命令服従の関係があるのでそれを未完のままで断ち切ることができる。 そうするることにによって、組織は当面のの課題応えるのである。保守思想は組織体が有機体を失速させるほどに繁殖するのには反対するが両者が議論説得によって連絡させられている限りにおいては組織体の存在意義を認めているというのも組織体がなければ危機の前での決断が行われえないからだ。 一章で述べた説得と決断という二面性を持つリーダーシップが一般に組織においてこそ極めて緊張に富んだ形で発揮されているということであるまた人間はかかる組織の中に身を置かなければならないのであるからには合理的個人の想定などは虚構の最たるものと言わなければならないつまり人間は組織の中で権力役割価値といった貨幣以外の コミュニケーションメディアに携わざるを得ないのである。確実性は未来のどこで出現すると予想されているのか、組織の決断は未来のどこへ向けて下されるのであるか、それは意思疎通の場、経済で言えばマーケット、市場である。ということは、実在の市場的取引をはじめとする一切の意思疎通は、 交換の自由と組織の規制との両軸で構成される社会空間の中にある点において行われるということを意味するここで組織的規制というのは組織の内部では役割体系及び命令系統に関わりその外面では諸組織機関の協調や反発のゲーム論的戦略に関わるいずれにせよ不確実性が組織体を要請し 組織体が規制的行動を展開する。そうである以上市場取引はその基本形において河川的な競合状態にあると言わなければならない河川といい独占といい市場の特殊な形態ではないのである逆に合理的個人による自由交換の場をもって市場とみなす教科書的な市場観の方が特殊の場合を想定しているのだそれは実在の市場の一点に接線を引いて それを無限に延長した先に仮想される下降というよりも虚構に過ぎない。いささか皮肉なことに、組織体がノホーズに成長するのに保守思想が反対するということは、ある意味では、合理的個人の自由交換を大事とすることである。ただしその場合の合理とは、話を分かりやすくするために単純化して言うと、有機体との関わりにおける慣習的行為のうちに、 解釈してみると、合理的と評価できうる要因がたっぷりと含まれているということであるし、また、この場合の自由も、監修的行為か、組織的規制を最も少なくしか受けていないということである。逆に言うと、新古典派と呼ばれている経済学の教科書的な市場模型は、監修によってほぼ完全に支配されている生態的な社会に対する一つのメタファーだと、 なしるそうであればこそその標準模型では完全情報という不確実性のない状態が想定されているのである慣習に支配される状態において完全情報あるいは完全合理性をいうこと自体が一個の皮肉なのではあるが有機体による組織体の制限は言うまでもなく人々の自発的行為において行われるのでなければならないそれが政府の指令によって行われるというようなことでは それ自体として組織の増大だというほか,ないしかし社会の有機体を増殖させる方向を自発的に選び取っていくというのは並大抵の生き方ではないというのも有機体の中で生きるということは本来自発的な選択などといった意識的活動をなさずに慣習の枠組みに従ってしかし慣習をどう表現するかは自分で選んで成果することを意味する のだからである言い換えれば「有機体は人々の自発性ではなく自生性に基づくということだ」「推しの考え方が科学的ではなく思想でなければならない理由もそこにある」つまり「自生的たるべき有機体」を自発的に選び取っていくそうするために自分たちの性における有機体の意味を意識的に解釈するという鋭意が欠かせないのである。 虚偽思想は組織体が有機体を食い潰していくことをつまり産業主義を拒否しようとするましてやそれを理順およびその蓄積の最大化を動機として行うものとしての資本主義を拒絶するオズバルト・シュペングラーに習って言えば組織体の異常発達を伴う資本主義的産業主義は文化の主体から養分を吸う文明の拒否とでも言うべきものである。 豊かな形式を持って大地に生死を託する民族に代わって新しい流浪民新しい生物である大都市住民が生じそして農民生活を心から嫌う無宗教的で理地的で不生産的な全く伝統のない純然たる実利的な人間が大群を成して生じ無形式のままふらつくようになるシペングラこれが文明の様相である。文文化なき文明が 貨幣と知性を歯車として動くことをシュペングラーは見抜いている」「そしてついに根本的な無としての大衆があらゆる形式あらゆる品等の差別や秩序立てられた所有や秩序立てられた知識を憎悪し迫害することになるとまで言う」「技術師と組織体との勝利とはこうしたものである」「彼の書西洋の没落は実は 文化なき文明がたどり着くであろうという哀れな末路を運命論的に描いたものなのだそして保守思想形のほとんどすべてが口に出さずともそれに似た文明観を抱いてきたのであるではまた会う日までまた会える日までさようなら。